アポロドルチェとはアメリカ合衆国産で日本に輸入された競争馬である。馬名は冠名のアポロとブランド名のドルチェガッパーナが由来となっている。また同馬種同世代でアポロガッパーナで馬名登録された競争馬もいる。2007年4月にアメリカカリフォルニア州で行われたバレッツマーチセールにて10万ドルで落札され、 日本に輸入される。育成はライバルでもある、ゴスホーク県と同じく、吉澤ステーブル。8月9日に競争場登録され、9月15日に中山競馬場で行われた2歳新馬戦でデビューし、単勝1.6倍の一番人気に応え初勝利を挙げる。続く10月20日のイチョウステークスは、格上挑戦だったが3着となった。 再び格上挑戦で出走した KO 杯2歳ステークスでは一番人気に応え、重賞初挑戦で重賞初勝利を挙げ、父にとっても3区の JRA 重賞初勝利となった。なお、後藤博樹の勝利機種インタビューでのパフォーマンスも話題となった。11月29日に発表された重賞オープン特別競争レーティングでは KO 杯2歳ステークスを制したことにより105ポンドの 評価を得た。その後、初の J プニーとなるアサヒハイフューチュリティステークスに出走。しかし、直線で伸びきれず11着に敗れた。2008年は、アーリントンカップから始動するが9着。続く、スプリングステークスは8着。NHK マイルカップは11着だった。その後、初のダート戦となった、ユニコーンステークスに出走し3着に入ると、芝に戻った。 バーデン・バーデンカップでは一番人気に押された中、見事勝利を収め3勝目を飾った。続く、アイビス・サマー・ダッシュでは3着に入る。しかしセントール・ステークスでは11着と大敗した。スプリンターズ・ステークスでは5着に入った。続く、福島・民有カップでは一番人気に支持されたが8着に、敗れた。2009年は、バレンタイン・ステークスから始動、3番人気に押されたが、 12着と大敗した。続く、オーシャンステークスでは、前走の大敗で5番人気と評価を落としていたが、3着と、高走した。そして、3月29日の高松の宮記念では、最後の直線で伸びあぐねて7着に敗れた。その後、ユニコーンステークス以来となるダートのオープン、慶応ステークスに、竹豊とのコンビで出走したが、ブービーの15着と大敗した。 自走のバーデン・バーデンカップでは、後位追走も伸びあぐねて8着に終わった。自走は2年連続で、アイビス・サマーダッシュに出走し、カノヤ・ザクラの2着と、構想した。続く、キーンランドカップでは、中段追走も、直線で不利を受け7着に終わった。その後中1周で挑んだセントール・ステークスでは、最後肩からレースを進め、直線で追い上げるも8着に終わった。そして、 本番のスプリンターズステークスでは、見せ場なく14着に終わった。続く、福島民友カップでは8着、オーロカップでは7着に敗れた。さらにダートの重賞、カペラステークスでは終始後方のまま、見せ場なく14着と惨敗した。中1周で挑んだ、終わりステークスでは4着になり、この年は未勝利に終わった。2010年7月18日のアイビスサマーダッシュで、復帰したが、 惜しくも4着に敗れた。続く北九州記念では終始後方のまま18着と、との負けに終わった。しばらく休養後、11月27日の京阪杯では9着。12月11日のラピスラズリステークスでは、見せ場なく10着と惨敗した。2011年は、淀短距離ステークスから、指導、最後型でレースを進めるものの直線で伸びきれず8着に終わった。 千葉ステークスでは終始後方のまま、見せ場なく14着、KO 杯スプリングカップでは13着、ルミエールステークスでは9着、バーデン・バーデンカップでは8着と惨敗した。自走は4年連続で、アイビス・サマーダッシュに出走したが終始後方のまま、見せ場なく13着と惨敗した。7月20日をもって、JRA の競争は登録を、大い競遺跡初戦のアフターゴスターショーでは11着。 東京坂キでは15着と大敗。その後、そのだけ馬場へ移籍し10月26日の一般戦では4着。12月1日の西宮エベスさんの酒特別では3着となった。12月28日の兵庫ゴールドトロフィーでは11着と大敗した。2012年は休戦したが未勝利に終わった。その後、低用縁を発症し現役を引退。 岡山県のグレースライディングクラブへと移動した競争場登録は2014年4月1日付で抹消されている。ありがとうございます。